だんだん大きくなってきました。ダウンタウン雰囲気です。当時の権力者だけが。シュエダゴンにはエレベーターもついています。すごい。近隣のお寺に行きます。素晴らしい。こんな感じです。これがビジャヤパゴダかもわかりません。行く予定をしております。でもこの後ろは可愛い子供も歩いています。裸足になるんですけど、とりあえず裸足になるのが嫌で撮影しています。ここがマハビジャヤパゴダです。すごい、すげえすげえ。歩いて40分ほどぐらいで、町のど真ん中に出ますので、今日は本当に暑いですね。
なんだかこんなパゴダが見えてきました。なかなか、ここは何か珍しいですね。こういう仏像がガラスの中に、窓の中に入っています。だんだん街に近づいてくるとすごいラッシュです。僕がキャッシングしたのはこの KBZ バンクの ATM です。この辺りはすごく賑やかです。すごい賑やかです。ひょっとしてこれがヤンゴン市庁舎かもわかりません。ピザマンが2つとペプシコーラが1個、ちょうど110円弱ですね。トマトケチャップみたいなのをつけましたか。何もつけないと。オムレツはむちゃくちゃもう辛い、ヒリ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 。優れものです。すごい便利がいいです。例えば。トイレットペーパーが非常に役に立ちます。もう柔らかくて、はい、もう今ハンガー1本ですけど、こんな感じで3本ほど干しています。今日の、12時には、チェックアウトをしまして、荷物は、夕方まで預かっていただけるということで、夕方のバスで、ヤンゴン国際空港に行きます。
そしてヤンゴン国際空港で明日の朝の8時55分発の飛行機で、バンコクに行きます。ヤンゴンバンコク間は1時間半ぐらいだと思います。そしてバンコクで、23日に、10時半ごろから今回18日間の、ヤンゴンの旅は本当に、僕は1947年生まれで終戦後なんですけど、小さな子供が、裸足で自転車になんか石炭かなんか袋に積んで、そしてもう石炭だらけの顔をして、それを自転車でどっか、得意先さんに納品するんでしょうね。小学校5、6年生ぐらいの子供ですけど、そんな子とか本当に、すれ違っても失礼ですけど、すれるとなんか汚くなるという服が、そういうところでもありました。それで道端で本当に5、6歳の子が座って物乞いをしていました。その2メートル先では多分その子のおばあちゃんでしょうね。おばあちゃんも物乞いをしていました。そういうことを見てみましたら、なんか日本の戦後もこういうことだったんだろうなと思いまして、進駐軍の映画で見てるように進駐軍のジープが止まったら子供たちが寄ってチョコレートをちょうだいという感じで、これでヤンゴンを後にします。